2017年8月31日立川ゲームオースロー5号店閉店大会初めて来たよ、つまりやっていきましょう。スタートボタンシャネルのサイン。なんだよ、ありがとうございます。さあ始めていきたいと思います。立川ゲームオートロー 5.最後の大会、ブレイブルーセントラルフィット本日バージョン2に上がりました。なんともタイミングの良い。そして1回戦始まります。1ピーカーは8ブラシャン、2ピーカーは松本誠、8ピーカーはワンダーランドの住民でしたが、さあ最後の記念ということで来てくださいました。さっきまではワンダーランドも、ね、結構大好きがあるんでいただいたようで、さあ、シュートプログラム、分かりました、10秒見てるか、さあ、運営の方にちゃんとマイクが変わりますか。あとは死を待つばかりといったところ、キャンセルオーバーとやりの扱いにはならず、これは死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 は
く少なくなってきた点が怖いですよ。オーバードライブ回復速度も上がり、ゲージが自動回復するようになり、そしてロックワークボールが打ったフィルコードレッツケル、これはフィルライバー打ち取りの前からです。大丈夫でしょうか。さあ、見てマティさんの試合ですね。マティさん立ち下がるという貴様が引かねえ。キルガニレボー1アクション感情があって、最近はたくさんハッ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 受けだ、裏をかくださいそこから押さずに受けてみろ、それは落ちる。続いて取り出しますよ。よし、サトル、よし、サトル、サトルさん、サトルさん、受けろ、受けろ、受けてみろ、受けろ、いかがでしょう、そこから落ちる。こんなものと、それは何、そこから、どういうことを制止をする、あまり、こんなものだ、はっ、そこに何しようと、でも助かった、素晴らしい、少しはやるよ。レベル2アクション、ドラビューソー聖書、もっと本気で来たことは、そっか、無駄に出てくるよ、裏を隠れて、レベル2
そこに行くぞ。そこに行くぞ。そこに行くぞ。受けるぞ。それはもう行くぞ。そこに行くぞ。そこに行くぞ。青春ぞ。無駄なこと。はい、画面の方は斉君の勝利。続いて10名、今私やられてきたんでね、全然ありますよ。分からんうちにやられて終わってしまいましたね。画面の方は10名と9位早速 OD を打った瞬間に殴ってコンボを入れていく。竹の手を押して攻撃のまま最大ダメージガーデンになります。さあ、ビアリーが5位ビビー3位にさせて、ビアリーでも取って300チャレンジチャレンジをつけたんで破壊決定が そしてスパナインがワンコにつけて、さあ、ヨネさんが出て、ちょっと D ボタンを押して、こっちにヨネさんが回ってたんですが、ヨネさんの方は何か、10名が回っている、ヨネさんが先に、OK、ありがとうございます。ゴエがヒットしたんで黙らずバッターオップ。バッターがとりあえずラッキーして画面の1入れ替え、表が逆になるんですね。ガードがね、1ラウンド得点カドラベさんの中で早速ハイラックからの中段ヒット。たまず普通のステップが通って、さあ、バッターがしているぞ。バッターは引いて、はい、おめでとうございます。おとなしメンタル、はい、ね、お待たせしました。ちょっとこれらの勝ちしてください。状態の方はいいかな。これはハセ、足が速い、中段だけ。
し込みですね。ハートのノーラベやっぱり10でワンチャンありますね。足が速いだけでもただの強さ。俺が背負う10でフレンド。さあ立川の最強エース The Wheel of Fate is turning Level 1 Action。 竹山のエル、2P 側、シカルスサノン。さあ、この組み合わせ、両方強化されましたが、一体どうなるか。結構、シカルさんが怒ってるところを見かけてるんですが、これは濃厚から溜まってますね。シカルさんの地面吐けも、地面吐けは危ぶまれます。ジャンブリは当たらず、あ、頭の重要性がいいからさ、たまらずまさいで、7つの学校。オッケー、当てて解放したいのは西か。よし、こういうのオッケー。サラダンが暴れて4つのオッケー。難しいものだな。西式の位置なんだが、タクミヤハが近い。これは足だ。はい。ダメージだけじゃないけど。まあね。これ、まあ、西式の位置だ。難しいものだ。やべえ、やっぱりこのか。これたまえしが到着に調子抜けだな。どんな状態でも勝ちは勝ち。Let's go.
偽りの神、とこしえの絶望に落ち。では続いて1回戦やっていきたいと思います。ボロカ4人4人くらい参加してるような気がしたんですが、結構上位陣を買ってる気がします。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。手伝ってくれるのも立川の形と言っていいでしょう。 The Wheel of Fate is turning. Level 1 Action。 服部王座で Level 2 Action。 Counter!
コンボは、力で、まあ、2層取れて、
体が決まり、ちょっと危ない風男だったら、ダメージゼロになって、ガードになったんですが、なんとか逃げれば、前回10点と2段で、突破できる。おっと、この投げはちょっと遠かったぞ。ギリギリの方にして、ドラブルさんの勝ち。ビビあまりにも強すぎる。ペイカーまたまた赤ヒロ。続いて光る安田さんです。バルケラ入んだよ。G1 で勝ったのおとなしさん。平坦
からの ビビると負けますね。多分タッチパンをした方がいい。 The Wheel of Fate is turning! Level 1! Action! マリン行けろ！テツナ！お腹！いいぞ！見切った！熱い！痛いぞ！やめろ！やめろ！どうぞ！やめろ！何？投げてみろ！お手しろ！あとは死ぬな！いいぞ、もう一つだ。
油断解析。レベル2アクション。キメイこれ守りたい。キメイいざ。キメイおいとくだ。キメイセクシーコンパー。キメイ止めてやる。やはり奥のは下がるし完璧。何もさせない。素晴らしい。あーただ思いはいい。準決勝からは一大進行でいきたいと思います。Rebel 1 Action。 お願い。もっとだ。よし。はい。16回ホーム ID まで。レベル3アクション。
いらない。
中断。そのまま寝て。BB バーズも潰しますからね、あのゲランドバー。さて、珍しい。ここで武器になれるボーンダンス。切り返しが良くなった、カルビは。まあ、大技ではあるね。それからアメージがないが、当たり込みからね、正解だろう。大暴れを吐いて、アメリカの対象がね、相手からジャミリッシュ、大きめだよ。ヒューラタケにカウンターされる。ヒューラちゃん違ったら、ビビは全身だよ。これも一瞬で収まれば、あっちで行くよ。ヒューラトーク、ヒューラカード、あー、ヒューラタケ読んでいる。もう一回からの選択はクラッカーの投げ通す。素晴らしい逆転劇。 ありがとうございました。失礼します。いやー完璧ですね。そうですね、もう完全にいつもどおりでございます。ビビ姫、重力で影響でセンターあたり当てんかった。さっさから、おー、シギュー差し込む、この下がり、さあ、セキュッと行く。待って、読みなくれば、ここで立っておく。ゴミを持て、ゴミ捨てから、下がりにマイティーまで。まあ、ちょいとヨシキ、ヨシキリュー。ラムダと預けやすい。ラムダと預けやすいね。アクション。次はほぼ5分。これで後ろ次はガード。やめてくれ。16人の中の子は完璧に裏からないで。ダメージ数からドッグ。動き悪いんですよ。おお。素晴らしい。これはファーストできない。